は車椅子歴が長いの、ね、長い、そうなの。あのね、私実は今日1月16日が9歳の時の1月16日に歩けなくなって、今日でちょうど22年目なの。22年目のプロです。おめでとうございます。プロフェッショナル。プロフェッショナル。なんで大先輩なんですよね。で、原因がよくわかんないんだけど。そうなの。原因は風邪をね、まあ、9歳の時に風邪をひいて、その風邪の菌が脊髄に入ったらしく、風邪をひいた翌週 に小学校で鉄棒していて、降りた瞬間に足が動かなくなって1年入院して、多分原因が風邪の菌が脊髄に入ったからじゃないかっていう曖昧な感じで、でも未だに原因が不明っていう状態で、横断性脊髄炎って言うんだけど、レナは新人さん、はい、私は2年前に階段で盛大にこけましてっていうか落下しまして、すごいと。それでまあ落ちた時にもうなんて言うんだろう、なんか動かないって思った直後にはもう意識がなかったんですよ。で、運ばれて救急とかで目が覚めた時にはちょっと足の回復は難しいよみたいなことを言われてしまって、私はだからそれまで27、8年間ずっと健常者でした。健常者歴の方が長いので本当に右も左も今分かんないので、これから今、まあ、私の長い健常者歴と今の自分の違いでやっぱり世の中の見方の違いとかっていうのをこう少しずつ配信していけたらいいなっていうふうに思っております。かっこいい。すごい、2年目でそれ思えるってすごいと思う。ちょっとね、すごいね。怪我の仕方が青すぎてちょっと立ち直るのが早かったです。治るのめっちゃ早いですね。めっちゃ早いです。15年くらいかかってやっと立ち直ったから、かっこいいっす。ありがとう。私たち負けない。負けない。真面目な話、車椅子になってよかったと思って。私も